こんにちは、ハイジです。どうも、ハイジさんの後輩のマスカタです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はユボキャッチャー対決ということで、はい、こちらミニオンズのパスケース、そうですね、お財布兼パスケースみたいなのがありますので、で、もう初心者マークついてますから、2人で3回ずつやって、どっちがいっぱい取れるか、どっちがいっぱい取れるか対決やりましょう。やりましょう。まずは、もう一番取れそうなのがもうね、この右側にあるえ、緑のやつですか。はい。あ、でも、そうか、ボタンが左だからもう取れないか、こっちが。いや、だからギリギリまで行ったらどうなんだっていう話ですよね。案外行かないんだ、こっちまで。そうするとってことだよね。そうするとどっちなんだ。え、どれ狙ってんすか。待って。あ、なるほど。この子たちは、この子たちは、あ、動かない動かない。やべえ、もう一回終わっちゃった。そうっすよ、あと2回っすよ。じゃあもう上から持ってこようかな。でもこれそうですね、斜めになってるから。あなんか、あ、意外と、はあ、予想外のところから予想外のところから来た。これ滑りやすい素材だからそういうこと。だって確実にこの子聞きたいんだけど、だストッパーがあるからな。あでも、残念。これはでも次の人大喜びっすよ。ちょっと記録ゼロ個になっちゃって、実はもう一回松方さんが先行でやってるんすよね。そうなんですよ。そちらは僕の方のチームで。場を荒らすとかいうわけじゃないから、別に今俺がもう一回やっても、まあ確かに場を荒らすっていうことじゃないから、松方さんの次のプレーに影響するわけじゃないから、はい、悔しいからもう一回。そうですね、これで帰るわけにはね、もう帰れない俺これじゃ。ごめんなさい、松方さんがやっぱり農家ということで。そうですね、これはもう関係なく、これだけ、もう、はい、これだけだから、もう。あー、いた。一応取りました。なるほど。400円でいこうですか。まあまあでも全然初心者ですけど、初心者、まあ、恥ずかしいね、なんかね。はい、マスカーズの結果はそちらのチャンネルでお分けください。はい。